はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。JK です。今日なんですけれども、今日は、え本日ですね、9月度月間 MVP 受賞選手が決まりましたということでね、はい、早速取り上げていきたいと思います。なんと J1、来ましたね、ついに。アビスパ福岡から。<laughs> ついに月間 MVP が出ましたということで、今野選手ね。はい。 J2 はね、芝野田口選手が受賞されたということでね、発表が今日、えー、午後4時ですかね、ありましたので、はい、この選手たちがね、えー、ランキングイベントの報酬としてカード化されますということで、スキル予想、注目ポイントを解説していこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、両者、おそらくですが、共に、えー、95以上初の限定となると思うので、 ま、これまでのね、それぞれの選手のカードのトップクラスのカードが出ることが、ま、あ大体予想されるということでね、結構熱い組み合わせになってるんじゃないかなと思います。まあ、アビスパもね、えー、9月は、うん、3勝1分けかな。本当に素晴らしいね、成績でしたし、まあ、千葉もね、本当に最近勢いがね、すごくてね、なんなら昇格圏内までね、んワンチャン届くんじゃないかみたいなね、ところまで来てもね、おかしくないチームだと思うので、まあ、最高にね、調子のいいね、2チームの組み合わせだと思いますが、 さあ果たしてまあそれぞれねポジションが全然違うんでね今野、まあ、選手は結構ウィングとか、まあ、サイド系の選手で田口選手は CMF とか、まあ、ボランチかなまあどっちかというと CMF よりだと思うんですけどまあそういったポジションの選手なので結構まあ田口選手の方は、まあ、月間で選ばれる選手の中でも結構希少性が、まあ、あるんじゃないかなというところで、まあ、スキル面ねすごくね注目高いんじゃないかなと思いますが果たしてどういうカードが出るかというところでねはいやっていきましょう。 ではまずね、えー、今回の月間 MVP 受賞選手のカードとはどういうものなのかというのをね、軽く説明した上でね、本題に入っていきたいと思います。ではこちらです。はい、えー、月間 MVP 受賞選手カードとはということで、ランキングイベント報酬にて登場するというね、ものになってます。でスケジュール通りなんですけど、これね、ちょっと月まあ、どうだろうね、あのシーズン更新とかが入ってくる可能性があるので、ちょっとずれるかもしれませんが、 まあ一応スケジュール通りいけば今回のカードは10月27日からの,まあそのアイコニックプレイヤーが終わった後次の限定とかが出た時のまあ来年の開催が通常かなと思うのでまあそこになるんじゃないかなと一応まあえ踏んでおいていいんじゃないかなと思います。あとカードグレードはね J1 が99前後まあこれちょっとねシーズン中にねあのまあ動く可能性があるので一応前後と書かせていただいてますが今のところ全部99ですね。 J2 は95前後。同じくこれも今の通りだと95かなと思います。であと特殊な、ね、ボーナスセンス。これはまあポジションとかによってちょっと変わるので、一概に絶対これとは言えないので、ちょっと今回は省きますが、まあ、いずれにしても、ね、それなりに特徴のあるものが出てくると思いますので、えー、どういったものが出てくるかというのは、ね、楽しみに見ていただければなと思います。はい。ということで、まあ、ランキング報酬ということでね、ライブを走らないと、ね、手に入らないものとなってまして、まあ、これが、ね、ちょっと特殊なところかなと思います。 で一応ね、まあ、今回、まあ、10月27日に取りそびれたとしても、まあ、大体月間系のカードってね、あの <coughs> 年度末になれば、えー、復刻してきますので、まあ、そういったタイミングでも一応ね、狙うことは可能と言っておきたいなと思います。はい、ということでね、こういったカードとなってまして、まあ、どういったカードが、ね、登場するのかっていうのは結,構結局まあ出てみないと分からないんですけれども、まあ、それのね、どういったものが出るかという予想をね、今からちょっとね、えー、各選手させていただければなと思います。 では、J1、J2 の順にね、やっていきたいと思いますが、まず J1 のね、ジャービスパ・コンの選手から見ていきましょう。こちらです。はい、ここまずスキル予想なんですが、個人的にはドロップシュート、ライトニングクロス、フェイントドリブルあたりが、えー、有効じゃあい、まあここ、たいここら辺が、うん、可能性としてあるんじゃないかなと思いました。まあ、一応、組み合わせ的にはね、まあ、こんな感じかなというところで、まあ、コンの選手といえば、まあ、この後ね、ちょっとまた詳しくお話し,しますが、結構まあ、そうね、得点しっかり決めて選ばれてるというところもあるし、 まあ結構元々アシスト面とかのがね先行してた選手なのでイメージ的にはどっちもまあ可能性があるという感じですかね。で、あとドリブルも定評がある選手なんで結構しかもフェイント系のドリブルとか得意だと思うんでまあここは結構つきやすい。まあのでまあ B で予想させていただきましたがもしかしたら A の可能性とかもねまあ十分にあるかもしれませんと。で、今のところこれ予想としては一応どっちとも取れるような予想にはしてますがもう片方に完全に寄ってしまう場合もあるんでね まあ、この組み合わせだったら両方ついてても面白いかなと思って、まあしてますので、この形態で出るんだったら一応クロス系のカードとして見るのが、まあ正しいのかなというところですね。まあただドロップシュートを持ってるんで、まあ例えばクロス、ね、ライトニングクロスとか上げそこ寝た時に、結構往復深くまで行った時に、まあドロップシュートという選択もできるよみたいなカードが出ると、まあ結構その得点にもよってるし、まあ得点の可能性も当然あるし、まあクロスターとしてのね、0割も果たせるみたいな万能なカードが結構考えられるんじゃないかなと思いまして、 えこういった予想にしてますと。まあ、ただドロップシュートのイメージとかあんまないんでね。まあ、どうかなと思いますが。まあ、ちょっとね、まあ、J クラってそんなにリアルにめちゃくちゃ寄せてるわけじゃないんで、まあ、こういうのも全然ありかなと思って予想してますということですね。でも、カーブ系のシュートの方が付きやすいかもしれないね。それこそね。カーブの可能性もあります。<laughs> なんか、どっちかっていうとカーブ系のシュートとかのが付きそうなイメージあるんですが、ちょっと攻めてますので、まあ、そこはちょっとね。 どうなるかは分かりませんということで、まああくまで予想なんでね、こういった形で、まあスキル構成はでもこんな感じじゃないかなとは踏んでます。はい。まあスキル自体はちょっと当たるかどうかは難しいですけどね。はい。ということで、まあ今野選手のじゃあ注目ポイントをまとめていきましょうということで、まあここはね、さっきも言いましたドリブルクロスね、どちらも定評ある選手なんで、まあ両方保持する可能性もありますし、 まあなんならどっちかに寄ってる可能性もまあ当然十分に。まあ要は、例えばこの選手はもうドリブルだよね、クロスだよねっていうふうに、まあ決まってる選手とかではなくて、結構どっちの可能性も含んでる選手と思ってください。なのでまあ偏る可能性も当然ありますね。クロスに偏ったりとか、まあドリブル系でカットインで、例えばシュートスキルとか、まあそっちの路線に行っちゃう可能性も十分にあるよということで、どっちつかずと思ってもらったらいいし、まあなんならどっちも合わせたようなカードが出てもおかしくないよということで、結構その幅は広いと思っていただければなと思います。 でただですね、9月は、まあ、ルヴァンとかね、含めて、まあね、えー、まあ、点が、まあ、ルヴァンじゃない、えっと、リーグ戦ね、まあ、点をね、しっかり取ってる、えー、ところもね、ありますので、まあ、ここはシュート寄りの可能性も、うん、十分にあるんじゃないかなと、個人的には思ってますが、果たしてどうなるでしょう、ということでね。はい。まあ、ここはちょっと注目ですね。うん。まあ、個人的にはアシスト系で来てほしいかなと。まあ、アシスト系で来たらもう走るしかないんでね。<laughs> ただ、ちょっとなんか、 カットインだったらどうすっかなっていうのは、ちょっと僕の出来と合わないのがあるので、うん、まあ、今後の今野選手のカード待ってもいいのかなっていう選択肢は出てきますが、あと99だからね。うん、まあ、とりあえずでも欲しいよね。<laughs> まあもう中身云々より欲しいよね。99の今度選手は欲しいよね。うん。というところで当然、まあ狙いに行きたいところではありますが、果たしてどうなるでしょうということですね。はい。まあ、ここは欲しいですね。はい。 ということで、まあ、本当にね、いろんな可能性の含んでる選手だと思うんで、まあ、どちらのカードが出るかというのはね、すごく楽しみだと思います。まあね、マーブザマッチとかにもね、この前出,て出たりとか、まあ、フォーカスもね、85超えたりとか、まあ、福岡に来てね、結構評価上がってる選手なんで、まあ、これからもね、評価もうちょっと上がりそうかなというところもあるので、まあ、今後にもね、十分期待できる選手なので、いいタイミングの受賞になったんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい。ということで、まあ、今度の選手の注目をイントは以上かなと思います。 まあどっちかによってほしいというのが本音だろうけどね、まあ、どっちも取れる、まあ、スキル構成にしてもまあ面白いんじゃないかなと思うんでね、はい、そういうのもちょっと期待しつつ待ちたいなと思います。はいじゃあ続きまして、J2 受賞選手の田口選手のスキル予想からやっていきましょう、こちらです、はいえー。田口選手のスキル予想、これはまずトルクモーターは多分必須でついてるんじゃないかなと予想しています。 であとは、その組み合わせが難しかったんですけれども、まあ、スペクタクルミドルとキラーパスというところでつけさせていただいてます。こ、まあ、今年の田口選手の評価を見た感じだと、まあ、ボールダッシュにはね、当然、まあ定評がすごくある選手ということは認識してるんですが、あとはまあ田口選手といえば結構ミドル系のイメージとか、も強めなんで、こういうところ持ってきやすいかなというところと、あと今年はね、結構アシストが多いんですよね。 6アシストぐらいでチームトップぐらいのアシストを記録してるんで、まあ、その評価も多分されるんじゃないかなと見ると、つ、ま、き、あ、やすいのはパス系だと思うんで、もしかしたら A パスの可能性もあると思います、ここね。はい。ということで、まあ、キラーパスを B に、えー、つけてるっていう予想をさせていただいてます。だから、ここも結構万能型みたいなカードが出やすい選手だと思うんで、でしかも CMF としてのね、結構価値高いカードが来ると思うんで、今結構ね、多いんですが、攻守結構ね、 まあ、どっちつかずみたいな能力値してる可能性もあるんでね、中盤で、まあ、面白いカードが出るんじゃないかなと、個人的には踏んでますが、まあ、スキル面がね、ちょっと予想しにくいところは正直ありますが、どういったカードが出るかというのはね、ここもね、スキルから楽しみな選手だと言えるでしょう。はい、ということで、ここも田口選手の注目ポイントをね、じゃあ確認していきましょう。こちらです。はい、えー、注目ポイントなんですが、タックルパス、シュートスティール、どれも可能性のある万能型になりやすい選手だと、個人的には認識してます。 で特にまあね、あの、指標とか、まあ今年の活躍とか見た感じだと、特にまあ、えー、突出してたのはタックルとパス。まあこの二つかなと思いましたね。はい。なので、まあこの二つ、まあタックルは特にトルクモーターはもう硬いんじゃないかなと、個人的には踏んでます。で、パスもまあ A パスになってもおかしくないというのはそこにあって、今年アシストがね、さっき言った通り6アシストかな。記録してて、まあチームトップのアシスト数でもあるし、 まあこれまでの田口選手の経歴から見ても結構多い方のパス、ね、まあ、結構アシスト記録してるんで、まあ、そこはちょっとね、注目されてもいいんじゃないかなと思うんで、タックルパスは個人的には硬いとは思ってますが、じゃあ、となるとあと一種ですよね。これシュートスキルがつくのか、スティールスキルがつくのかとかでちょっと変わってくるかなと。要は何が言いたいかというと、まあ、さっきみたいにシュートスキル、パス、タックルとかになると CMF で結構使いやすい選手になるんですが、これが例えばタックルパス、スティールだった場合っていうのはボランチでもいけそうだし、 まあなんなら CMF でも当然いけそうだしということで、まあそこのなんていうかな活躍の場所がちょっと変わったりとか、まあ当然タイプが変わったりするんでね。はい。そこはちょっと注目なのかなと思いましたね。はい。で、個人的な予想としてはおそらくですが、まあ CMF 型が出ると思ってるので、先ほどみたいな予想になったというところですね。はい。で、まあ仕上がり次第ではこれ当然に両カードの可能性ありますし、まあ特にキラの価値とか、 まあ、クラブリンクの価値とかがね、あの、ポジション的にも大きい選手になりますので、まあ、そういうところをうまくいかせるんだったら、個人的にはちょっと注目してもいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、ここもね、まあ、いいカードが、まあ、出そうな雰囲気が結構ムンムンしてるんですけど、まあ、千葉ね、本当に調子良くて、もう本当に諸格圏内までね、もう一歩ぐらいのところまで来てるんでね、まあ、これからも、なんか限定面とかでも結構評価上がりそうだけどね、それこそ田口選手とか、 まあね、他の選手たちを含めて、結構全体的になんか活躍してるイメージなんで、まあ底上げみたいな感じで、後半千葉とかね、まあ、結構面白いチームじゃないかなと、個人的には思ってたところに、まあ月間 MVP が入ってきたということで、まあここは当然ね、田口選手ね、注目が集まると思います。まあこれまで結構レギュラーとかでもね、85とかしっかりと超えてきてた選手なので、比較的餌とかね、持ってる人もね、多いんじゃないかなと思うんでね、しっかり取ってる人はね、 ということで、まあ、ここは出たら、はい、楽しみな選手の一人だと思いますので、まあ、注目度はある程度高いんじゃないかなと、個人的には思っています。はい、ということでね、えー、この J1、J2 二人ね、受賞を決定した選手の、まあ、スキル予想だったり、注目ポイントを解説していきました。まあ、それぞれね、あの、冒頭にも言ったんですけど、ポジションが全然違うということで、なかなかポジション絞っての、まあ、勝負というのは行きにくいんですが、まあ、アビサポだったりとかね、まあ、ジェフチバのサポーターの方、もしくは過去クラブリンクのあるところのチームのサポーターの方、 だったりというのはちょっと狙いやすい環境があるんじゃないかなとで。特に能力地面が結構平たそうな田口選手はそういうところの要素としては結構大きい選手になると思いますので、そういうアドバンテージがあるんだったらちょっと狙ってみても個人的には面白いんじゃないかなというところと、まあ、今度選手はいずれにしてもね、まあ、クロスサーか、まあ、カットイン系か分か,れ分かりませんし、まあ、両方いいとこ取ってるかもしれませんが、まあ、比較的、うんまあ、結構当たりカードが来そうな雰囲気はムンムンしてるかなと思うんで、 ま、質はいいんじゃないかなと、個人的には読んでます。ただま、あその、どういったカードが出るかというのは、それぞれの選手ね、この二人とも結構幅広い選手だと思ってるんで、ちょっとそこの絞り込みが難しいんでね、まあ、結構いろんなあのバリエーションを考えられるので、まあ、そこはちょっと面白いと思うんでね、出た時のお楽しみだなと思いまして、はい、今日の予想と、え注目ポイント解説は以上とさせていただきます。まあ、両方ともにね、えー、多分、金旗初だと思うんで、はい、ここは注目度高いと思うんで、えー、ぜひね、狙う選手は、あ、狙う選手は、狙う方は、 ぜひね、えー、楽しみに待ちましょうということでじゃあ今回の予想は以上となりますご視聴ありがとうございましたこのように失礼しますバイバイ